今日は伝統野菜平株を守り続けている方を訪ねて仙人の里東成瀬村にやってきました。早速お話伺ってみましょう。成瀬加工研究会の代表理事谷藤智子さんと会員で平株を生産している佐藤和子さんです。こちらが平株の畑なんですよね。そうです。どんな野菜なんですか？世界のうちでここ平地区でしか取れない青首で、大根のようなちっちゃい株なんですけども、パリパリして歯ごたえが良くて美味しいです。佐藤さん、どうやって栽培してるんですか？9月上旬に毎年種をまいて、11月の初めに収穫が始まります。同じ畑で作り続けると連作障害で根昆布病ができて昆布ができてしまうので、2年作ると土地を休める必要があります。現在加工所用には6、7軒の農家が合わせて5反分ぐらい作っています。研究会ではいろんな農産物の加工品を手掛けているそうですが、平株はどうやって食べるのが美味しいんですか？麹漬けが一番美味しいんですけれども、キムチにして漬け替えてもまた美味しいです。県外からもこの時期になりますと問い合わせがあります、加工所行ってみませんか、ユーミンさん？はい、ぜひ。今は何をなさってるんですか？はい、株の漬け込みの段取りで、外で洗ってきた株を一本一本丁寧に畑で入れるところです。これは土壌殺菌をした後にきれいに洗い流して、麹とそれからお砂糖、お塩が混ざった元種がありますけども、それを少しずつかけていきます。これが今漬かりなりのデラガブです。どうぞ、美味しいから食べてみてください。はい、いただきます。うわ、歯ごたえも最高。これはご飯とかお酒にも合いそう。美味しいです。ありがとうございます。それでは最後に谷藤さんの今後のビジョンを聞かせてください。平株をはじめとした地元の農産物を使っていろいろな加工品を作っています。自然は美味しいをキャッチフレーズに、安心安全な商品を全国の皆様にお届けするとともに、生産者と地元の味を守り続けていきたいと思っています。谷藤さん、皆さん今日はありがとうございました。いいとこいっぱい明日。12月21日は県農業試験場の冬の三冠デーです。陶器農業の事例発表のほか、アスパラガスやダリア、ネギの技術セミナーと栽培ハウスを公開します。またお米品種の食べ比べもありますので、ぜひお出かけください。12月30日イオンモール秋田セントラルコートで英単フェアを開催します。県外にお住まいで県内への就職を希望している方などを対象に、県内企業や英単制度に関する情報を提供します。ぜひご参加ください。私の秋田ビジョン、梅物いっぱい食べさせたい。